森の陽気な小人たちベルフィーとリルビットは1980年1月7日から同年7月7日まで東京12チャンネルで放送されていたテレビアニメであるタツノコプロと東京12チャンネルの共同制作全26話放送時間は毎週月曜19時30分20時森の陽気な小人たちからが正式タイトルであるが現在では小人という表記が 差別用語となっているため森の陽気な仲間たちベルフィーとリルビットと海外されることがある。森に暮らすファニット族のみなしごのベルフィーとわんぱくなリルビット。この二人を軸に大自然の中で動物たちと楽しく暮らす小人たちのお話とベルフィーとリルビットが繰り広げる冒険を描くメルヘンである。オープニングのタイトル表示部には途中からベルフィーによるベルフィーと リルビットによる、リルビットというタイトルコールが入るようになった。上記2曲を収録した EP レコードが日本コロンビアから発売された。放送系列は放送当時、放送時間は個別に出展が提示されているつぼねを、除き1980年3月中旬から4月上旬、時点のものとする。ありがとうございます。